今日入手できたレーザーであのバリアの形を確か情報と都市変炎のテーブあくまで予想だけどこのバリアの中心はおそらくええそうよセントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てそれと見たことのない怪物集めたでアインシュタイン博士が分析してくれる手はずにそれでそっちは何か収穫あったかしらそう話してなるほどね地図あの赤い結晶は確かに妙ね今日は情報をたくさん入手できたけど今ある情報をもとに対策本部からの返事が届いたわ主教様が直々に連絡を取りたいそうよ指示によると私たち場所はもう選んである歩きながら話しましょうアインシュタイン博士に案があってね博士曰く崩壊エネルギー探知をすれば今の技術であれば探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径彼女の装備を列に組んでも要点はそこじゃないのそれはありえないわ大崩壊の後 99% の崩壊エネルギーは気迫ではあるけれどまだエネルギーが大脅威になるほどのものではないけどもしだからねわ私たちが探すのリッツシャーエネルギーよこちらから行きましょうわかったわかった。了解。隊長、出撃させてください。敵の弱点を見極めて、カバン。この川に沿って下流へ進むとかの有名なフォース湾に ああ任務の資料はすぐ分かった素材習得
この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。この道、わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。わかった。素材習得。あと数ヶ月後にはクジラの奮起が見られるかもしれないわ。今回の任務が終わってまた機会があったらここでバカンスでもしたい。素材習得。ここを抜けて上に行けば目的地に着くわ。簡単には行かせてくれないよね。遅い。素材回収完了。足元に気をつけて、警戒するように。ウォーミングアップの代わりに。
時間がない、急ぐわよ。今回の怪物も妙だったわね。ええ、寄せ集められた部分は一つ推測があるのだけれど、あなたはどう思う？だからその見た目には人間社会の要素が多く含まれて、その要素の寄せ集め方がまるでその創造者がますます気、少しやこれからここで何が起こるのか。お疲れ様。博士が立てたプランを信用している。今回も見つかる。これが終わったら、お帰りなさい。レーザーで情報、あくまで予想だけど、この絵線、それとアインシュ、それでそっちは、そう、花なる、あの、今日は今本部からの返事。お疲れ様。本部、この任務はキャロルに任せたかったけど、今は人手が足りないから私たちで分担するしかないわね。ああ彼女家出したのよ。もう見つかったそうよ。何が何でも、あの子、追っ手を巻く腕は一流ね。2、3日かかっても見つからなかったの。天命からの連絡に、彼女のしたことを厳しく言えば、敵前逃亡とも言える行為だもの。と、あの子も、話を戻すけれど、そういうこと。日の光が強いほど